はいどうも、ルーでございます。インドラファンタジースターサーガやっていきたいと思います。はい、来ましたね、ロクサーヌさん、水のアーチャー。まあ水峡の洞窟遺跡で出てきてたんで、まあ属性は分かってたんですけど、来ましたね。アーチャーだ。今回もう終わっちゃったっけ。まあ、どんな性能なのか、エレメンタルブラストしか出てなかったんで、非常に楽しみですね。ぜひゲットしたい。で、期間限定のシンボルが、は、レベル10の状態で入手できる。ほう。ハーガンアニバーサリーパート2開始。まあ、箱舟に眠る謎全編は終わりましたね。今はもう最終。ガンガンするのみ。イドラはカメイレオン。カマイレオン。マックスティ見るとまあまあですね。素早さ、アーチャーだから素早さが高い。で、サウザントナイツ、マーキングですよね。で、ソウルシンボル。これが確か最終の、効率は上がるはずですよね。右側に行こうかな、俺。最初の効率上がるのは違うやつだっけ。いいっすね、欲しい。で、イドラハーフアニバーサリー記念特番放送決定。ミカコ氏とアカネさんですね。藤田アカネさんといえばエロ漫画先生ですね。17日の21時、来週か。で、プロデューサーも来ると。え、ポポナ組んだ。YouTube ライブとペリスコープ。あえてペリスコープを選んでくる理由って何なんですかね。公式アカウントから見れるからってことかな。もういよいよニコ生を使われなくなってきてますね。で、ハーフアニバーサリーパート2。ほっ。まず、イドラバトル SP が始まって、10連ガチャをゲットしようと。15日、来週の月曜日ですね。から1週間。イドラクリスタル木を集めると手に入るよと。アリエスの先行までクリアしてないとできませんよと。なので、ストーリーまだ進めてない人は進めてくださいね。同行者、のシンボルを含む最大4つまで重複しますと。で、この皇太子の孤独、それと聖典を見通すもの。皇太子の孤独はあれですからね、今のイベントで手に入るやつなんでね。黄金の野望、こっちか、こっちのねやつだったんですね。はい、というわけでね、俺まだ水峡の遺跡20だけクリアできてないんですよね。まだ13日あるから、ちょっと風属性のキャラをね、ゆっくり育成してやろうかなとは思ってますが。勝利の鍵は編成にありだよ。風属性はまあそこそこいるつもりなんですけどね。ジェネでしょ。まあジャスパーとメルダーね、星6にしてあるんで、結構いけると思うんだけどね。あとは水属性で固めるっていう感じですかね。まあローザリンデだけは入れようかなっていうふうには思ってるんですけど、カバウがあるんでね、カバウカウンター。だから ローザのレベルを100にするってことがまずの目標かね。
じゃあ早速、引いていきましょう。チケットからいきまーす。ほっ、ほいほい。またブーザーじゃないの？ケンペルか。いきます。ほいほい、ほっほっ。めっちゃブーザー出んだよな。あ、ブレイブナックル、まああんまいらないけど。はい、ほっほっ。金出ないね。またケンペル出た。出ないね、金。ということは、逆落としになるか？ソウルシンボル。ほっ、ほっ。マジで出れなかった。逆落としですね。これは、もらいましたね、俺。レイチェル。まあ、ただちょっと、ゲルだと、トトノットゲットしたいんで、そんなに多くは引けないですね。水は今んとこそこまで、うん、急いで欲しいっていうほどではないので、逆に言うと、ソウルシンボルのが欲しいですね。はい。参ります。トッ。ほい。え?2 個。あ、開眼した。アマネ、ラナ、サーシャ、ラナ。あ、出ました。ありがとうございます。あっさり出たな。やばいなこれ。バルターだ、やった。砂漠の商人ロクサーヌと申します。お近づきの印にお安くしますので、どうぞうちの商品を見ていってくださいな。ありがとうございます。ちょっともう一回行きます。ソウルシンボル欲しい。ほっ、三つ。いや、最近イドラのガチャマジでいいな。さっきのやっぱり厄落としだったんだね。流星痕か。きた。オッケー。オッケー。ベルハルト。さっきのってエレオノーラかな。これエレオノーラかな。違うか。すげえ。防御力プラス14、属性、獲得属性値 0.2%、素早さプラス12。本体が水属性のイドラがダウンした次のターン、自身のダメージを 20% アップ。メルダーとか、ジャスパーにつけたい感じですね。ただ、ジャスパー、使えんのにさ、すぐ分身するからさ。まあ、とりあえずこんなもんかな、ガチャは。うん。この、記念メダルで、記念メダルで何が手に入るか。今日の騎士団のお仕事で騎士団のこれまでの。ありがとうございます。300スターダイヤ、1連分。ありがとうございます。シャープ。アイテム交換。あ、増えてる、リリモが。150か、手に入るかな。他ので使いまくっちゃったからな、増えなかったから。貯めなきゃ。はい、というわけでね、
イノラ63の来たよっていうのと、あのアップデート情報来てましたんで、そちらのご紹介となりました。ご視聴どうもありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。これからもイノラの動画バンバン出していきますんで、よろしくお願いします。バイバイ。